コンコード市街地コンコードは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州の州都、同州中南部に位置する。人口4万687人の小都市だが、ニューイングランド地方の多くの都市同様、長い歴史と伝統を誇る都市である。同州の最大都市マンチェスターから北に約28キロメートル、ボストンからは北北西に約108キロメートルである。18世紀。 メリマック側の歌詞のこの一帯に初めて足を踏み入れた入植者はイギリス人であった。1727年にマサチューセッツ州からの入植者がこの地に都市を建設しペナクックと名付けた。1733年に正式な市となりラムフォードと改名された。1765年に再び改名され現在のコンコードという使命になった。 独立戦争中、コンコードが州の地理重心近くに位置することから理論上のシュートとされ、1808年に正式にシュートとなった。1819年には州会機自動が完成した。コンコードは北緯43度12分24秒整形71度32分17秒、北43.20667度整形71.53806度、 43.20667-71.53806海抜288フィートに位置している。アメリカ合衆国統計局によると、コンコード市は総面積174.9平方キロメートルである。このうち166.5平方キロメートルが陸地で8.4平方キロメートルが水地域である。総面積の4.78%が 水地域となっている。コンコードの玄関口となる空港は、マンチェスター市にあるマンチェスターボストン地域空港である。コンコード市営空港もあるが、規模が小さく、便数も少ない。また、より規模の大きい老眼国際空港を利用する方法もある。ダウンタウンを週間高速道路 I-93 が南北に走っている。I-93 は、ニューハンプシャー州を従環し、 バーモント州北部で I-91 と合流する。また、市の南では I-93 がボストンとバーモント州を結ぶ、週刊高速道路 I-89 と合流する。グレーハウンドと提携している、コンコードトレールウェイズのバスディーポがある。アムトラックの駅はない。2000年現在の国勢調査で、コンコード市は人口4687人。 世帯数16,281、9,622家族が暮らしている。人口密度は244.4人平方キロメートルである。101.4件平方キロメートルの密度で16,881件の住宅が建っている。同市の人口構成を人種別に見ると、白人95.52%、アフリカン・アメリカン1.03%、 ネイティブアメリカン0.29%、アジア人1.47%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.34%、および根結1.31%である。人口の1.45%はヒスパニック、またはラテン系である。同市の16,281世帯のうち18歳未満の 子供がいる世帯は30.6%、結婚、同居している世帯は44.3%、未婚、離婚女性が世帯主である世帯は11.4%、非家族世帯は40.9%である。単身世帯は32.7%、65歳以上の老人一人暮らしの世帯は11.2%である。世帯の平均構成人数は2.30人。 家族の平均構成人数は2.95人である。同市の人口構成を年齢別に見ると18歳未満23.1%、18から24歳8.3%、25から44歳33.0%、45から64歳22.0%、65歳以上13.7%となっている。年齢の中央値は十七歳である。 生費は女性100人当たり男性98.1人である。18歳以上では女性100人当たり男性は95.0人である。同志の世帯の収入の中央値は42,447米ドルであり、家族の収入の中央値は52,418米ドルである。収入の中央値を性別で見ると、 男性35,504ベ米ドルに対して女性は27,348米ドルである。同市の一人当たり収入は21,976米ドルである。人口の8.0%及び家族の6.2%は貧困線以下である。18歳未満の9.3%及び65歳以上の5.4%は貧困線以下の生活を送っている。 US g a z e t t e Files, 2010, 2000 and 1990, United States Census Bureau,http www.census.gov スラッシュジオスラッ www.cazetter、er、スラッシュガゼ .html2011 年4月23日閲覧ありがとうございます。